芸能界にデビューしてから10年目の年、長山洋子さんはこの曲でポップスから演歌へと転身されました。それから20年、演歌の道を極めようと日々精進されています。記念すべきヒット曲、日暮らし。命を燃やす季節は短い、まして女の綺麗な時は夏の夕暮れ、人恋しさに焦がれ泣きするセミのようです。言葉で愛を語れたら、手紙に愛を綴れたら、体抱きしめてくれますか。言葉で愛を語れたら、手紙に愛を沈めたら、ああ、あなた死んだら涙流してくれますか。冷たい体抱きしめてくれ。